ブロラのお時間になりました。本日のテーマ、L の部屋を作った裏の戦略を話しますということで、まあメルマガ読者さん限定の、特別番組 L の部屋っていうのを解説して作ったんですけども、そのね、表上ではない裏の戦略を書きました。結構深いんですけど、ただね、もっと深い話もあって、でそのもっと深い話はすいません、無料じゃなくて有料になるんですけど、だから来週の R の部屋、まあ L の部屋っていうのは無料版で、 R の部屋っていう YouTube のメンバーシップ僕やってるんですけど、まあそこでもっと深い話はね、しようかなと思ってます。でまあブログに今回書いたのは、この L の部屋っていうのは朝6時の時間帯にもう全部朝の6時っていうのは決めてるんですね、定時で。でこれができる理由としても、まあ、昔はなかったんですけど、 YouTube の予約投稿っていうのはできて、別に、まあ、設定しとけばもうその時間帯に勝手に公開できるっていうのはできるようになったんですよね。昔はできなかったですけど、でそういうのもあって、まあ、それがその機能が実装されたからできるっていうのもあるんですけど、そもそも論、朝の時間帯の世の中のコンテンツって何があります？朝のコンテンツです。朝のコンテンツ、要は市場ですよね。市場の朝のコンテンツ、情報番組なんですか？わかりますよね。ニュース番組ですよね。まあ、必ずテレビつけたらね、もうニュースなんですよ。朝はもう絶対ニュースです。ほぼニュースですよね。もちろん NHK の朝ドラみたいなのもありますけども、朝の、まあ、6時に L の部屋っていうのは公開してるんですけど、朝6時にドラマやってないですよね、多分ね。まあ、BS とかなんすかね、わかんないですけど、そういうのでは放送してるのかわかんないですけど、普通の民放の朝の6時の時間全部ニュースなんですよね。でなんで人々はそもそもニュースを見るのかって話ですよね。ニュースだったりワイドショーで、ニュースとかワイドショーのコンテンツの内容の構成って何かっていうと、基本的に世の中に起こった出来事ね、ワイドショーだったら芸能人がアダコードっていう他のその他人のことじゃないですか、ニュースの番組の構成っていうのが。でそれを僕たちは見てるわけですよ、日々ね。朝のニュースつけてれば、まあ朝のニュースがあって、そのニュースの番組の構成がそうなってると。でまあ、よく思うことがあるんですけども、僕は思うことがあるんですけど、芸能人がアーダコーダーやったことって自分の人生に影響あるかっていうと、あります？なんかあんまないですよね。ね、そのヤフーニュースのコメントとかもすごいバズってうわーって書かれることもありますけど、じゃあヤフーのそのニュースに対してコメントいくら書いたとしても、なんかそのね、人生変わるのか、収入、まあ僕はね、お金を稼ぐっていうなんかこう教えてるので、じゃあそのヤフーのコメント、アンチテーゼのコメント書いたところで別に何も変わんないじゃないですか。でもそれをなぜ、What?人々はそれをやってしまうのか、そういう行動をする人たちがいるのか、他人のアーダコーダ、芸能人がアーダコーダっていうのにその一喜一憂するのか、それは人間の心理として、他人のやっぱね、芝生が気になってしょうがないんですよ。だ他人の芝生に物申したいとか、意見申したいとか、見たりとかするのが好きなんですよ、結論言うと。で僕はまあそういう視点で見てないんであれなんですけど、一般対象やっぱ好きなんですよね。じゃあこの L の部屋を作るときに番組の構成をどうしたのかっていうと、まあ、それに寄せたってことですね。だからメルマガ読者さんからのお悩みですっていう話にして、全部番組の構成はお悩みからのこの見解なんですよ。でこれをやることによって、もちろんそのお悩みをくれた人に対してはピンポイントでお届けできる、お悩みをいただいた方に対しては信頼関係を深く構築するっていうことはもちろんできるんだけど、第三者ですよね、第三者も実は面白いコンテンツだということなんですよ。でもしですよ、この理論が間違っているんであるならば、芸能人のアーダコーダのニュースに世間は騒がないんですよ、僕の今の言ってる理論が外れてるんだったらね。そう、だからみんな隣の芝生気になるし、隣の芝生見たいし、隣の芝生に意見言いたいんですよ。でそれを利用してるって話ですね、 L の部屋っていうのは。実はだから L の部屋はもう僕単独で話すことはまず絶対ないですね。L の部屋の番組はもう全部お客さんからもらった声に対して僕がアンサーしていく、もうそれしかやらないですっていう、番組を作る前段階から、まあ、そういう戦略があったよっていうお話なんですけれども、もっと深い話があるんですね。
それはすみません、無料ではなく有料版となりますので、まあ興味あればね、メンバーシップ R の部屋入っていただいて、まあ来週公開しますので、聞いて、毎週水曜日ね、R の部屋はやってますんで、そちら聞いていただくといいんじゃないかと。吉谷さんそこまで考えてたんですかと。マジっすかみたいなね。多分もう、そこまで考えてたのみたいな。へーみたいなね、多分なると思います。でも一般の人はその到達駅まで行ってないですよ。で、僕はなんでそこの領域まで考えられるかっていうと、やっぱ18年のやっぱ経験あるんで、本当にいろんな側面でいろんな物事を見てきたんで、その側面で考えて実行できるんですよ。だから、まあ、来週公開するやつなんだっけ、テーマがね、戦略を戦略する深い思考っていうね、戦略を戦略する深い思考みたいなね、これはね、結構ね、いい話だと思いますけど、まあ聞く人によってさ、変わるんですけど、なかなか深いっすよ。聞いてほしいですけどね、これは。でもお金、ここはすいません。お金いただきます、ここは。すいません。全部ね、無料で話すのも、あれかなっていうところもありますんで。まあでも結構まあ、深いところは、無料で公開してる部分あるんで、もっとマニアックなね、めちゃくちゃ結構すいません、マニアックな話なんですけど。でも吉谷さん、それは考えつきませんでした、みたいな。そう。まあヒントとしては、絶対なくならないもの。まあ絶対ではないけど、その絶対をある程度予測できるよね、と。今のそのデータからね、今のデータからある一定それは予測できるよねっていうお話のもと、まあいろいろそのあるんですけど、まあこれ以上は言えないですけどね。だからその例えばね、僕がネットビジネス始めるときに、その稼ぎ方はわからなかったんだけど、ネットってなくならないよねと。これからネット来るよねっていうところは当たったんですよ。だからそれがラッキーだったんですよね。なんか これからの時代はこうだっつって、なんか新しいビジネスやって失敗する人もいるじゃないですか。それが当たらずね。でも僕はこれからネットだと思ってそれが当たったんですよ。だって今ネットないと無理じゃないですか。で、スマホも出てきて、ネットに3秒で繋がります。ポケットにネット入ってますっていう時代で。もはや、ネット依存というか、ネット依存というよりか、ネットがライフみたいなね。ライフネットみたいな。ライフネットってなんかあったな。なんかまあそういう感じになってるじゃないですか。な、すげえ、まあ、予測は当たってよかったなと思うんですけど、僕が今回予測していることも、多分外れる、大きく外れることもないし、ほぼ確定です。ほぼ確定。なくならないです。そう。いやー、これはね、結構ね、深い話ですよ。はい。まあ、興味ある方は、R の部屋、有料版ですけど、そちらに入っていただくと。まあ、R の部屋に入ると、過去のアーカイブのやつも全部聞けますんで、まあ、興味あれば。聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、すでにね、メンバー入っていただいている方はね、楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、本日のテーマ、L の部屋を作った裏の戦略を話します。まあ、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。